はい。ひとつき万撮の清水です。えー、っとですね、今、あの、これ月曜日のですね、えー、っと、18時23分に撮っています。バッハ会長と森会長の、えー、発言を受け、記者会見見ました、二人とも。で、その上で、えー、ちょっとこの動画を撮りたいというふうに思っています。えー、なので、えー、明日、これ公開予定なんですけども、明日の段階で急にバッハさんがですね、聞いカやっぱ中止だよとかって言わない限りは、<laughs> まあ、この会見を元に行くんだろうというふうに思うんですが、<laughs> うん、なかなかね、すごいなと思いました、私は今回の会見。うん、あのー、簡単に言うと、すべての責任を日本に押し付けて、え日本は持ち上げるけども、賄賂、うん、に関しても、え、それ組織委員会のことでしょ知らん。え、予算に関しては組織委員会が決めるんでしょ知らん。で、え、渡辺会長がやった体操委員会、すごいね。うん、だからできるよ。はっははは、終わり。みたいな。<laughs> もう、な、な、ええー、って、ええー、完全に投げてるんだよね。 もうこれ本当にもう、うん、あの、裏のメッセージで言うと、俺はもう中止だって言ったぞ。うん、でもお前日本がやりてえっつってんだったら、知らんからなっていう、ふうにしか聞こえんかったんですけど。<laughs> というわけでね。うん、ずっと我々が言っている通りの流れになってる、ね。はい。 あのー、<laughs> ま、それをですね、ちょっと今日はですね、まあ、えー、いろいろ話をしていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、あの、先に言っておきますけど、うるさい。うるさい。なんかシリが私の落語はどうでしょうとかって言い出した。お前はいい、今はいい。ね、あの、これすごいなって、あの、思ったんですけど、バッハさん、本当に、 日本に責任なすりつけてきたんだなっていうのと、まあ前から言ってますけど、うん、このタイミングで中止が発表されるのは、まあ5%ぐらいでしょうというふうにね、えー、言ってましたから、まあここでね、なんだよ中止って発表しないじゃないかっていうのは、まあちょっと待てと、ね。というわけで、えー、今回ちょっとバッハ、あの IOC 側と日本側のこの綱引きを含めて、 えー、ーマーさんからのちょっと解説をしていただきたいなというふうに思います。ーマーさんよろしくお願いします。いや、しかしなし,し,ましかしな、うん、ひどい会見だった。<laughs> 森さん,ん、森さんがすごかったななんかこう、ね、NHK の世論調査とか、世論調査に、なんかあの、スポンサーの、あのー、スポンサー企業が未だに契約更新をまだ決めてないとか、 えー、メリットを得られないとかっていう風なやつをね、うちの番組で取り上げたじゃないですか。うん、あれに関して文句つけてましたね。<laughs> ね、NHK らしくない。<laughs> NHK らしくないっていうのは、お前権力の犬らしくないぞっていう <laughs> ことだと思うんですけど。<laughs> <laughs> ねえ。ああやってその、ほら、局の姿勢に文句つけるって言ったら、お前どんだけ偉いんだよ、ね。いや、すごいね。ねさすが、元総理大臣って感じ。おたりそういうことだから、あの、あの、サメの脳みそとか言われるわけいや、ほんとにもう。しょうがねえなって、ほんとこの人治んねえんだなっていう、ね。あとなんかさ、世論調査に関して、 あの、国民の共感が得られてないと思うんですけど、どう思いますかっていうふうに言ったら、そら、君たちの質問が悪いんだ。つって、<laughs> なんか、謎の反論いや、それは不満がありますかありませんかみたいな聞き方来たら、聞いたらね、安倍政権だってね、不満がありますっていう人がね、言うんだよと。だから、お前の質問の聞き方が悪いんだ。世論調査そういうもんじゃないんだろう、みたいな。なんか、あれ、ちょっと私、頭に果てのマークが、果ての果ての果て。 あれで言うんだったら、要するに、オリンピックにや、もう、あの、やった方がいいと思いますかオリンピックは絶対やった方がいいと思いますかっていう世論調査しろっていうことでしょあれ。<laughs> まあ、そうだ、ね、なんじゃそりゃってる。いや、すごい。いや、それでさ、なんかさ、例えに出すのが安倍政権、安倍政権って安倍政権、安倍政権って。いや、もう菅政権だっつうのって。<laughs> 菅,に <laughs> 菅に変わったこといや、お前、菅に変わってるから <laughs> っていうのもなんか、ちょっとあの、 もう若干ボケちゃったのかなって、若干ね、うん、しょうがねえなと思って、菅さんですよ、今、安倍さんじゃないですよっていう、ねずっと安倍安、倍安倍、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 言ってたよね、うん、まあ、しょうがないね、うん、まあ今日ほら、安倍にほら、勲章じ,じゃなくて、なんだっけ、五輪章とか,かああ、五輪章、五輪功労とか、有識もあったから、またきっと、うんうん、あそっか、安倍がまだ首相なんだと思ったんじゃない <laughs> 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 いやー <laughs> ありえないだろうまあね、あ<ー>おっとさ、まああの、今日はだからなかなかね、<ー>やっぱり昼の,その首相会見もそうだったし、うん、まあ予想範囲、全然予想範囲内なんだけど、うん、まあなんかバッ,バッハがさ、もう少しなんか気の利いたこと言うかなってちょっと期待してたんだけど、そうですね、うん、なんかね、何か、何かよ。 だから、例えば、あのー、その日本のコロナ対策のためにね、うん、IOC はあと1000億出すことにしましたとかさ、うん、例えばですけどね、ど、うん、ういう何かやる気を見せるっていうならね、うん、少しは話が違うよねって、うん、まあだからその、えっと、28%減ったんだけど、ね、今日首相がバッハに会って、うんうん 人類が、えー、なんだっけ、人類が、新型コロナウイルスに人類がコロ、えー、勝った証として開催される東京オリンピック。を開催するって、うん、あのメモ見ながら言ってたんだけね、うん。メモ見ながら言ってた。そこは大事なのそこは大事なの。こうやって目を、メモ、メモずっと横向いてこうやって、いこそうそうそう。 どんだけ失礼なんだよ <laughs> いや,いやお前だだどんだけお前興味ねえんだよってしかも握手しようとしてドン引きされてるしそれであのその時も言ったんだけど、うん、結局そのそれ言葉だけでしゃべってんだったら誰で、うん、も何とでも言えるからね、うん、でこういうほらまあ正確に言うと別にバッハは、うん、あのー、なんていうか海外の国ではないから。うんうん あれなんだけど、大抵こういうさ、外交的な場面で、うん、あの本当にその協力するよっていうのを示すためには、うんうん、やっぱりさ、少し大勢税の中身を見せなきゃいけないわけです。ね、で、例えば、あの、100億円の円借款しますとかね、うん、あの、なんとかしますって言って、なんかいくらか金額を見せる。うん、で、そうすると、それが一つのこのお約束になって、うんうん、で、官僚も、 あのそのお約束を達成するように頑張るそういう風なだからそれはやっぱり一つの,あの必須アイテムだったよねうん、うん、だけど結局菅は今日,話今日もそん,なそんなお金の話なんか全くしないで、うん、あの人類がコロナに勝った証って、うん、それお前だってどこも勝ってないからっていうねで日本がいつ勝つかも分からないわけで、うん、ただそれを言ってるだけだから、うん、まあはっきり言って何の あのー、なんていうのかな、うんと、コロナをやるっていう、この、絶対にやる、あの、ごめんなさい。コロナ、ごりごりコロナ化を、うん、その、やっつけて何とかするっていう、うん、そういう危害も見えない。なんかなかったね。話だったわけよ。なんかせめてさ、私が想像したんでたら、うん、あの、コロナ対策に5000億出しますから絶対やりますとかね。うん。例えばね。うんね、IOC をもう一0億出しますとかね。そうそう。 もなかっただけど結局、それが日本政府からも出ないし、うん、IOC からも出ないでしょ、うん、い,い,やいや、IOC はもう、<laughs> あの、本当、清水さん言った通りさ、いや、もうとにかく投げてるわけよ、日本に。なんかあの質問で予算、追加の予算はどう思われますかっていうふうな記者の質問があって、それに関して、うん、まあ、それ、組織委員会が決めることなんで、私が答えることじゃないですよねって。そ,そうそうそう。 もうちょっとなんかね、ん<う>。めんどくさい質問になるとすぐ、それは組織委員会の仕事でしょって振ってるしね。あとなんか、賄賂の追及をされた時も、森さんはなんか、いや、私、現場じゃないんでわかんないっすっていう。い,いや、そんなこと言っちゃダメだからっていうのを言って、<laughs> マッハさんどう思われますかって言ったら、それは組織委員会のお金のことなんで、なんで私に聞くんですか終わり。<laughs> いや、あれね、海外の記者会見だったら、うわぁ、わぁ、わぁ、ちょっとおかしいでしょ <laughs> みたいな。だよね。おうほんと。 あの一発目、でもあの質問が一発目だったからさ、うん、なんか森の,あのなんか機嫌を損ねたらしくって、うんあの、あれよかったよね、だから一発目の質問としてはさ。まあね <laughs> の。誰だったんだろうね、あれね、うん、あの質問、面白いなと思ったけど、うん、まあそれで、その、だから僕はね、あのー、まあ、何、さっき今も言ったけど、要するにその金出すとかさ、うん、IOC がね、具体的に。うん なんか昨日聞いたこと一つか二つぐらい言うのかなと思っていたんだ。うん、結局、その、こ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 れの冒頭でもね、うん、いや、スポーツの力が証明されているない。なんか、あれも謎でしたよね,ね。たまにがスポーツの力が証明されている。<laughs> い意味がわかんない。た多分言いたかったのは、このコロナの中で、えっ、ー、と、運動をするということは、 うん、きちんとね、予防につながるし、免疫力を高めると WHO も言っていると。うん。だからスポーツというのは予防だにつながるんだと、免疫高めるんだと。うん、いうこと言い,いなたそれは言ってる。うん。だけど、イコールオリンピックはその集大成になるって。いやいや、WHO は大規模イベントやめろって言ってるんですけど、なんでそこ切り張りして使うっていう。<laughs> だよね。うん。そこをさ、都合のいいようにね。すごいよね。ね、使ってさ。うん。 でコロナ禍のこの長いトンネルの先の希望になるはずだって、うん、また言ってのけてさ、それで、そのじゃあ、根拠はなんなの、うん、っていうと、いや、われわれの、なんかねあの、ツールボックスって言ってたでしょ、道具箱ってやつ、ねあのどん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 新しいのが開発されていきますみたいな、あの,ね、あのツールボックスってね、なんかね、あのバッハが好きな言葉なんだほ<ー>他の記者会見でも使ってるんだ で、そのツールボックスの中にいろいろなアイテムが入っているんだ、うん。だからオリンピックできる。できる。だからワクチンとかね。うん、って言ってさ、なんかさ、もうさ、なんでかわかんないけどさ、ワクチンまだ存在してないのに、うん、まるで存在してるみたいにしゃべるわけよ。うん、ワクチンを、そのほら、すべての選手に配れるように、話し合いを行うと。うんうん、で、その金は IOC が見ますって言った直後に、話し合いを各、うん、 えー、世界の、えー、オリンピック委員会と話をします。うんうん、だから、そのお金払う、IOC が払うのか、うん、各国の IOC 委員会が、えー、とごめんなさい、各国のオリンピック委員会が払うのかは、うん、まあ明言しなかったけどね。うん、あのー、<laughs> そのワクチンがまるでできたみたいに喋ってるからさ、うん、それもすごいわけよ。だからまあ、結局もう あの、何一つ確実なものは、うん、実はそのツールボックスの中には入ってないんだけれども、うん、まるで入っているかのように話すっていうね。ハッタリっていうのが入ってますね、いっぱい。ハッタリっていうのが入ってますあそうそう、ハッタリは入ってるよね。<laughs> うん、もうハッタリがたっぷり入っていて、うん、あのー、なんかこう、まあさ、なかなか喋るんだけれども、うん、結局は、 別にじゃあ、何か確証があるわけではないまあ、本当になかなかしゃべったけど、言いたいことは、え日本側が全部金出すんだろ、やれや、俺止めろ、やめろって言ったけどな、終わり公式にはやめろとは、うん、目の前では言ってないけれども、うん、まあ,あの、結局、まあ、そういうことですよ。うん、日本側が頑張って、しかもほら、うん、と日本の,その国民の勤勉さっていうか、ほら。うん あのあれを異常に褒めてたじゃない褒めてた褒めてた。日本に来て驚いたと。うん、日本人はみんな規律正しいと。うん、北朝鮮みたいだ。うん。で、はっいけど <laughs> うちらそう。うちらはみんなだめなのよって。うん、まあそこまではっきりは言わなかったけど、うん、あのヨーロッパとか世界の国々の人はみんなそうではないみたいな言い方したし、うん、んなね、簡単にあの政府の言うこと聞いてくんないんだよって言ってた。ってことはさ。うん そういう人たちをオリンピックだからといって日本に招き入れたらっう思った思った。<laughs> 彼、そこでね、ちょっと墓穴を掘ったんだよねう。うん、気づかないでベラベラ喋ってたけれども<う>。あの、だから日本だけ、じゃあ日本だけでやりますっていうね。うん、あのー、日本のその観客だけでやりますか、うん、っていうね。だって彼の話、論法をさ、突き詰めたらそうなっちゃうじゃんうん。うん だけど今のところは観客を、えー、入れるという、うんうん、で、じゃあ観客を入れるどれぐらい入れる入れないっていう決断をいつするんですかって言ったら、うんうん、いやそれは組織委員会がーう <laughs> そうそうそうなんかあのー、それはいつやる決まるんですかっていうふうに言ったら今決められないですよねって予算に関してもどれぐらい増えるんですか今決められないですよねってお前いつになったら決まんねんって。これ だから何もさ、何もだから答えられない。決めてないんだよ、だからそう。で、それをさ、ずーっとね、いや、実はまだ決まってないんだよ、まだ決まってないんだよって言って、うん、<laughs> 決まらない,い、いつまでも決まらないままにずっと行こうとするわけよ、うん。これもだって、うちらはずっと前から指摘してたもんね。うん。うん、そう。だってね、<ー>やっぱりプラン、その計画を立てるっていうことになったら、うん。 やっぱ当たり前だけど前提条件っていうのをちゃんと決めてからじゃないとどんなプランだって立てられないからね。うん、当たり前だけどで。それをさ、全部ないがしろにして、いや、なんとかなるはずだって言って、今やってるわけで。うん、まあ、あのー、で、それをまあ結局、バッハもそれを止めないで、まあやれるところまでやってみたらっていう、うん、そういうことなんですよ。ね、まあそうですね。体験っていうのはね。ちなみにワクチンについてはいろんな、うん 突っ込みどころ満載なんですけども、うん、あの副作用、ワクチンの。うんうん、これ、ワクチン打ったら倦怠感があるとか発熱がとかね、いろいろすで、うん、に言われてるんですよ、うんまあ。副反応とかね、言われてるんですけど、ね、え、これ、選手に打ってそれ出たらどうすんの、うん、そう。だから選手は打ちたくない人もいるでしょう。で,で、しかもワクチンについては、 選手は義務なんですかって言ったら義務ではありませんって言ったわけでしょ、うん、そしたら選手多分打たずに来るよ絶対に、うん、不利になるもんねうんで,<も>で選手によってはさ、うんあのー、体が過敏なんだね、うん、打ったら逆にまずいって人もいるわけよ、うん、だからこれあのー、日本のあのー、なんだっけオリンピックの選手が言ってたけど、はい、あれえっとだからあのインフルエンザワクチンを打ったら、うん 要するに体が過敏になってるわけだよね、うん、あのすごいやっぱりこうストイックな生活を送っていって、うん、体が過敏になってる、うん、やばいかなと思って打ったらすぐなったって言ってただから菌が入ってくるわけだからさだからそれにこう過剰適用しちゃう人もいるわけだよねだからあのそういうで,でアスリートっていうのはそういう確率がすごく高い。うん だから、コロナのワクチンなんか、お前、体に入れたらさ、なっちゃう人もいるかもしれない、うん、そういうね、なんか、だから、本当さ、まあ、ある意味無責任なんだけど、うん、その、まあ、IOC とか、その日本の組織委員会にとっては確かに、コロナのワクチンが、 もう頼みの綱なわけじゃんいやまあそうですね、本当にね、うん。だからそれをさ、なんかまあ,あ、課題評価したい気持ちは分かるけれどツールボックスに貼ったりがみたいなさあ、そもそもできてないから <laughs>、ね、そもそもまだできてないんだい、ね、そして数が足らないそうで、さらに数もできたとしても絶対絶対数が足りない、うん、それと3つ目は、その副作用の怖さっていうのは克服されてないでしょっていう。うんうん <laughs> この3つがあるだけでも十分だけど、あのだからコロナが学ぶかもさもうなんかさ、もうなんかコロナの治験10年ぐらいやってるみたいなね。OK、うん、OK、大丈夫、大丈夫みたいな感じですよ、ね、本<当>ワクチンさえあればなんとかなるみたいな、うん、あの言い方はね、やっぱりすごく無責任だよね、うん、非常に、うん。でもそういうこと、まあだから別にな、あの今に始まったこっちゃないけれども、うん まあ、ずいぶん無責任だね。で、ああいう記者会見っていつも思うんだけど、うん、あの、一問一答にさせてるわけよ。うん、だから、結局議論が深まらないんだよ、ね。はい。あの、ちょっと鋭い質問をしたとしても、うん、いや、まあ、そのさっきのさ、森会長のあの団体に、 なんか、金いっちゃってるみたいですけど、あ、それ俺知りませんそれで終わりだもん <laughs> <laughs> 何のためのさ、質問なんだよっていうね。いやいや、あれ、なんか、あのー、 それ知りませんって言ったときに、我々見てる学会誌見たい,いや、知りませんはないでしょ。あなたトップですよっていう風に、ばあさんに聞きたいし、森さんに対しては、いや、あれは現場がやったことで、私は特にちょっと知らんなっていう風に言ったら、いや、あなたそれ一般の会社には通用しませんよ。まして、税金をもらってる組織なんですよっていう風に、聞いて、いやいや、知らん、知らん、知らんどうしたから。だからつまり、 あのー、あの、いや、俺よくわかんないんだよなってすっとぼけたときに、うん、いや、あんたそれ税金もらってるんだからおかしいだろって、うん、第2話ができるんだったら意味あるんだけれども、うんうん、あの、2番目があの質問がないのよ。<い>許されてないわけ。うん、だから、それ、まあ、それ許しちゃうと、あの、深掘りされちゃって、もうね、あの森なんか退場になっちゃうからさ、倒れちゃって。うん、だから結局ね、まあ、その質疑応答っていうのは、まあもう、 あのー、意味なくはないんだけれども、うん、まあちょっと、ああいう相手に対しては限界があるよね、ねそねうですね。全然こう深まらない。と、うん、いうかむしろ、むしろ結局彼らが言いたいことだけ言って煙巻いてるっていうね。うん、あの、まあそういう感じじゃない。うん。うん。何ら具体的な、その、えっと、その、 開催するためのものすごくこう具体的な何かを持っているわけでもなく。世論調査をやって、マイナーあんまり良く,くない評価が出ている。つまりオリンピック、うん、国民はオリンピック望んでないっていう結果に関しては、そんな世論調査なんか気にしてたら何にもできねえだろうって言って、ふんずり返る。うんうん、で、我々は日々努力しているという。うんうん まあ本当にあのー、まあまあ、あの、彼らのその良くない面が非常によく出てる、うん、あのー、まあ質疑だったなっていう気はしますよ、ね。まあプラスワクチンについてちょっと細かく話しておくと、ファイザー社ができたワク,、うん、ワクチンというのはですね、このまんま理想的に進んでいって、来年の末までに6億人分できるんですよ。で、えー、それは、 まあ、オリンピックのワクチン用っていうわけではないので、当然、アメリカ国内のために、ねうんあの、オリンピックのワクチンに使うから全部よこせってことは不可能ですからね、これは。で、じゃあ、これオリンで、選手を打つ、打たないはまあいいやと考えたときに、開催国うううプラス観客の人たち。 に対しても打ってないと意味がないわけですよね。うんうん、で、そう考えると、200カ国あるわけですよ。<laughs> で、その人口って多分30億人とか40億人だと思うんですけど、足らないですよね。うん、考えてないのよ、だから。じゃあ、あの、オリンピックのチケットを持ってる人だけ、うん、ね、例えばインドでも、サウジアラビアでも、<laughs> あの、ブラジルでもいいけども、ワクチン打ってあげますっていうふうに言う。 でしままったらですすよよそそれは多分ね暴動が起きうだから、観客含めてワクチンが全世界に行き届いている前提であれば、これいいと思うんですけど、これが成り立たないから、うん、ワクチン、なんか意味あんのっていう感じがしたんですけどね、そもそも。<laughs> なんでそれできているというのか。うん 謎だわななんいなのまあだからできているみたいな前提で話さないと話すそのツールすらないんだよね今ねうなどうなると思いますかでほら要するにそのあと9か月後どうなってると思いますかって聞かれてもそれもわかんねえしなみたいなさうんそれもわか,、うん、かんねえしあのー、なんか予算も決まってねえし どうしたらいいのかなぁ、でもやりたいなぁ、でやることだけは決まってるわけ、うん、やるやるとい、言う <laughs> っていうことだけが決まってる、うん、ね、本当、うん、ね、うん、かなぁ<の>、ね、だから、そのっやっぱり、あのー、<laughs> まあ今回のこの一連のこの脱炊、うん、セレモニーを見ていて、うん、まあ、日本側としては、あのー、 まあ結局、菅田って別に何も手形切ってないわけですしね。うん、で、まあやっぱりあれじゃない、来年1月とか2月ぐらいになってね、うん、あの日本のそのコロナ患者ももっと爆発的に増えちゃって、うん、お前、オリンピックなんかお前やってる場合じゃねえぞっていう、うんうん、まあそういうその国民世論が10割ぐらいに達したらさ、<laughs> <laughs> まあもうしょうがないか、うん、それを理由に撤収。うん それを理由に撤収、うん、っていう筋書きが見えてるような気がするな、うんうん、まあだって日本で収まることはないから GoTo <れ>ト,トラベルキャンペーンやってる以上そう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 <あ>、うん、ないからねまあじゃあじゃあ,あ IOC から中止の通達が10月に来て日本側が「しゃーね」って白旗あ,てるあげるのは1月ぐらいですねそうそう、うん、まあそういうことだと思うよ、うん、まあちもう日中もサッチも行きませんと、うん 頑張ろうと思ったけどなんかワクチンもやっぱり来ないみたいだしって、うん、いや、分かってたけどねっていうね <laughs> でワクチンも来ないみたいだし日本の感染者も増えてきたしってそれも分かってたけどねっていう <laughs>、<laughs> 全部分かってはいる、うん、でまあでももうやっぱり今でさえ7、8割が無理だって言ってるところでねうん、うん、でこれで感染者がもっとパカ好きに増えたらうん、うん、いやもう,もう完全に息の根止まっちゃうからさ。うん うんできるわけねえだろうって言われちゃうわけ、ね。うん。で、今ほら、あの政府が言っている、そのほら、んと大規模イベント、はい。おあの、入場者数を増やそうかとかなんとかっていうのも、あれだって結局ほら、うん、あのー、感染者が増えたらそんなの全部消えちゃう話だからね。まあそれもできないし、うん、うん。ただとにかく、今、 今日今の段階で、うん、ああ、もう諦めた、腹減った、諦めたって全部やめちゃうっついうのは <laughs>、うん、あのやっぱりステークホルダーのためにもう一頑張りしてるふりしなきゃっていうとこだろうなうん、うん、結局、でも山的にはあのスポンサーを騙すことになっちゃうけど大丈夫みたいなところもあすよね。スポンサーのその契約は来,、えっと、来月末、うん、12月。 それをさいや、絶対やるから、絶対やりますからって言って契約させて、うん、1>, 1月にさ、うん、中止宣言とか出したらさ、スポンサーを誇るだろうよっていうね、うん。なんかこれ、年内に決めるスポンサーの契約をまとめるために嘘ついてんのかぐらいの勢いだよ、本当に。だよね、うん、でしょでしょこれ割とね笑い 笑い事だよ、うん、笑笑いい事事だよもうスポンサーと電通 <laughs> と電通はそれで儲けられるかもしれんけど本当にスポンサーにとってはたまらないよね、うん、<laughs> ぜひそれは見てみたいまあね<う>本当にもうもそれがさ、うん、1>, 1月だろうが3月だろうが大して変わらないから、うん、ねあのー、いや絶対に死んでもいいのよ 死んでもインパールは落とすんですって言って、<laughs> <laughs> はい、ちょうだいって言って、お金ちょうだいって言ってさ。で、負けましたっておって。お金ちょうだいって言ったって何千万円のレベルじゃないからね、うん。<お>何十億億円ちょうだいって言ってるわけだからさ、うん。<laughs> それでさ、ね、<laughs> 本当に。いや、これでちょっとまとめて、ちょっとね、改めて言っておきたいんですけども、うん、オリンピックね、別に、 電通がなんか長抜きしてるとか、税金で儲けてるとか、あるいは何よりも、そもそも別に国書対策からスタートしてることですから、うん、真夏にね、11万人のボランティアタラで働かして誰も責任取らないってどうなのとか、おまけで賄賂があったり、さらにコロナのこのあれなんですよ。だから、うん、オリンピック中止になればカ野郎じゃなくって、 それらの問題が解決すれば、やったらいいじゃないですかっていうのは本間さん言ってるんですよ、別に。うん、だけど、全く聞く耳も持たないし、<laughs> むしろ問題がでかくなってるじゃないかっていうことなんだよね。うん、ねだから、その本当にね、うん、まあコロナの話ばっかりするとさ。うん えー、オリンピックの開催が7月の23日からだっていうことを忘れがちになっちゃうんだけどね、うんうん、<laughs> 今ちょっと寒いしさ。くそ暑いですよ。うん、<laughs> もう、どうどその本番はまた狂ったみたいに暑いわけよね、はい。狂ったみたいに暑い時にさ、うん、あの全員マスクしろだのさ、しゃべるなとかさ。うん あなんか整然と、あその人と人の間の間隔開けろとかさ、うん、気が狂ったみたいに暑い時によ、うん、あだらこうだら言われて、マスクを外さないでくださいとかさ、うん、言われちゃうわけですよ。うん、そんなことね、言うことを聞くのは日本人だけだし、何回も言うけど。いや、本当だよ。 日本人だってお前はさすがに守らない人いるよ。もう疲れてきたって感じもあるでしょう。だからね、本当ね、国書とねコロナ対策って真逆だからさ。うん、まあ、あの、一つだけ言えるのは、あの空気、あの空気のこの循環をよくするっていう意味で言えばね、うん、あの窓を開けてほら空気の循環しろっていうのはあるけど、うん、でもあれもさ、あのー、循環ばっかり言ってると、うん、クーラー効かなくなっちゃうよね。うんあ なるほどね。うん、ねえ。だって、クーラーはさ、中冷やすだけで循環は関係ないからね。うんうん、あれでどん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 冷えたやつが外に出てっちゃったらさ、うん、クーラー効いてねえぞって話になるわね。うん、まあ、うん、もともとこの後ろの新国立競技場はクーラーないんだけどまあそうだね。クソ暑いね。だからね、だからちゃんとその会計も透明にして、コロナ酷国所対策もやって、 で、なんかわけのわかんないお金の使い方せずにオリンピックなんだったらいいんだけど、また、あ、でも、ま、復興五輪っていう言葉も嘘だから、だから、あの、福島第一原子力発電所からちゃんとメルトダウンした燃料棒を取り出して、えー、なんか原子力委員会とかなんか100年かかるとか言ってるけども、あれも2021年の7月までに終わらして、ね、うん、あのちゃんと原子力緊急事態宣言まだ出てますから、これを解除して、うん で、そしてコロナの、コロナウイルスも全部解決して、で、その上で税金の透明性も全部分かって、ね、で、そんで、えー、国書対策を全部きちんとやって、それでも簡素化でお金あんまり使わずに、<laughs> 言ってて無理なんだけど、それでやればいいよう。これは多分あと500年ぐらい経たないとできないんじゃないの <laughs> <laughs> まあ、メルトダウンした燃料棒を第一原発から取り出すっていうのがまず不可能だし、うん、そうそう,そ,うそれはだからあと300年ぐらいかかるでしょ <laughs> いやもう下手するともっとかかりますよ永久に不可能かもしれないかもしれない、うんうん、その前にあのー、人類が滅亡しているかもしれない、ね、いやいや実際そっちの可能性の方が高いんじゃないかなと思いますよだらであれら当然オリンピックはできないです <laughs> だからね、これはね、もうバッハさんと今回の森さんのやつは空手形を切っただけ、うん、うん、そうそう、解決策に向けて何もない、そう、うん、何もないのよ、うん、何度も、うん,ん、何度も言ってますけど、あの例えば菅さんが5000億追加で出すとかね、バッハさんもそれに伴って一千億円出すとかって、うん、いうふうに言ったら、あ うん、これはもしかしたら本気でやるつもりなのかもってね。うん。あの、思う。要するに10月に中止の申し入れをしたけども、日本側が、いや、ご所属出すからっていうふうにこう言って、うん、で、そんで、あ、じゃあいいかっていうふうに変わったのかもしれないけども、それも見えない。うん、これはだから、まあ、あの、中止の申し入れをして、ステークホルダーが多すぎるからもうちょっと待つっていうのと、一流の望みをワクチンにかけてるんでしょうね。うん。まあ、そうそう。まあ、無理だけどな。うん。うん まあ絶対無理だけどね。うんうん、だからそういう、うん、まあそういう、なんていうのかな、まあ結局、ほら、まあ森がどんなに偉そうに言っても、うん、やっぱり世論はもう完全に離れちゃってるわけですよ。うん、それは彼、強気だとしても、うんうん、どんなにそんなのは俺は知らねえって言ってても、うんうん、やっぱりそれはほらあの、そういう数字が示してるからね。うん あのー、やっぱり世論がもうすでに離れてしまってるっていうのは彼もよく分かっている、うん、だからそういう状況において、えー、中止を示唆するような言葉は死んでも、うん、言えないっていう、ねうん、まあそういう立場にはあるのは十分よく分かるうん分、うん、かるんだけれども、うん、まあけれどもだそのもう少しなんかさその固い決意とかさ、うん その人類がとかさ、うん、そういうのとはちょっとそういうのと違う現実的なあのー、そのそやれるっていうものをね、うん、やっぱり見せてくれないと、うん、それは国民はいつまでたっても納得しないよ、ねうん、で今日バッハが何回も言ってたけど、うん、いやあのー、例のあのほらなんだっけああのーあのー、ほら体操大会内村が出たそう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 、ね、渡辺さんがあ,さあのー 岡部さんがやってくれた,たっていうふうに言ったもんあれさ結構何回も引っ張り出してくるじゃない34回言ってたような気がする言ってたよね少なくとも2回が言ってたうん、うん、言ってたよねだけどそれがさもうすごい素晴らしい成功のこれからのファクターになるんだみたいなこと言うんだけど、うん、いやそれお前30人しかやってねえじゃねえかよってちなみにオリンピックは選手一万人行きますからねうんね、うん、選手30人、うん、で会期は1日だけオリリンンピピッッククはパラリンピック 入れると月やりますでプラス、観客は2000人だけオリンピックは500万人ぐらい来ます。一体、それのどこがさ、オリンピックの成功にね、なんかくっついていくのかって、全く意味不明なんだよ全く意味不明、なんか草野球大会で優勝できたからメジャーリーグで優勝できますって言ってるくらい、意味がわからん、本当にあれ、規模的にはそういうレベル。もそれぐらいい違うじゃなですかだけど 他にだからネタがないからね、票<ー>がないからそれをネタにするわけ、うん、で、あと組織委員会がよく言うのは、ヨーロッパではプロスポーツやってるよって、うん、サッカーとかね、うん、やってますよって言うんだけど、いやだからやってるよ、うん、やってるけど、無観客だからね、うん、全部無観客でやってるんですよ、向こうは。うん、向こうは観客なんか入れちゃったら、日本人みたいに黙って見てないんだから、うん、<laughs> だから観客なんか入れられないわけよ。うん でえ、じゃあ、無観客、オリンピックも無観客でいいんですかって言うと、いや、もご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 ってなっちゃうんだけどね。<laughs> それは誰も望んでいません、みたいな。そうそう。だから、彼らのね、なんか言う、なんかうこういう時に何か言うね。いや、ヨーロッパもプロスポーツやってる。うん、日本もプロスポーツやってるじゃないか、うん、って。それだから日本やってるけど、半分とか三分の一しか入ってないし。しかもそれ日本人だからできんだろうって。うん、バッハも言ったじゃねえか。うん、日本人だけだ、言うこと聞く。うん、<laughs> そう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 。 カタルーに落ちたとはこのことだよ。だって。<laughs> バッハも認めてるじゃねえか、うん、お前。だから、日本人以外にはできないってお前言ってたじゃねえかって話でさ。うん、<laughs> もうあ、今日の収穫はそれだったんじゃないああ、なるほど。うんうんうん、唯一。唯一まあね、あのー、バッハさんは、日本人は、えー、規律たらし。つまりそうじゃないってことって言ってたからね。<laughs> <laughs> じゃあ無理じゃん、そんな人たくさん来たら。で、ワクチンは義務化しないって言ってたけど、うん、まあ、えー、観客までには数が足らんやろ、うと、うん、いや,いやあと、賄賂の話はそれ知らん、つって。何や、あれ、本当に。すごくないか。<laughs> うん、まあでもあんなもんだけどね。ねうん、で、えー、そんなわけで、えー、最終兵器を私が今ここに発表します。うん、オリンピック開催に向けた最終兵器。 なるほど。ロシア、スプトニーク V。ああ<ー>、ワクチンですよ。れあれね、結構ちょっと面白いニュースがあったんです。うん,うん。韓国企業が生産契約を結んだんです。ほロシアのワクチン。スプートニックをスプートニック V。うん。年間。なんかアリナミン V みたいな。<laughs> そうそうそう。年間1億5000万本分を、<laughs> うん。実は、韓国の企業がライセンス契約で作ると決めたんです。うん。 なんか、で、しかもロシアのワクチンはなんかね、有効性が92%以上あって、2年間効くという。おお<ー>。じゃあ、これを世界中にばらまけば。何に効くんだろう。なんか疲労回復とかじゃないですかね。<laughs> <laughs> あと、ウォッカの悪酔い,いとかじゃない <laughs> いや、でもこれ結構さ、韓国は買ったってさ、え、効果あんのってちょっと思っちゃうよね。ね。うん。 今ね、今ね、今さ、テレビでさ、あの、指示の NHK のニュースなんだけど、そのトップニュースがさ、北海道のクラスター対応追いつかずってやってるわけよ。北海道のさ、あ、ごめん、これ全国かなああ、全国の。全国かなごめんごめん、あの、多分、今大阪も映ってるから。ああ、じゃあ全国が、今大変なこと言っってると。そう。あのさ、うんと、本当その前、まだ、まだね、あの、 日に1000人ぐらいしか感染者が出てない日本で、すで、うん、にもう、クラスター対応追いつかないとか、うん、もうあの病院がもう満床になりつつあるとかって言ってんのに、うん、お前、ここにオリンピック持ってくることができるわけないだろうっていうさ。<や><の>絶対無理。絶対無理だよね、うん、そんなの。やらん方がいいだから、これは本当にそう思うよ。あの、この、 これぐらいでもう、うん、もう医療機関結構もう、今、黄色信号ついてるわけうん、うん、あの、オリンピックやったら、わけわかんない外国人、わけわかんない外国人って別に、あの、バカにしてるんじゃなくて、要するに、英語、喋れない外国人も殺到してくるからねいや、そうですよ。そういう人たちをどうやって、あの、直せばいいのかっていうかさ、うん、もう本当、これ大変な騒ぎになるよ。うん、だから、これはね、 ああの今、このレベルでさえ日本はアップアップなのに、ねうんうん、数百万人っていう人々をかき集めてオリンピックとか,なんかまあできるわけないだろうってもし、今日僕があの記者会見場にいたらそう質問したと思うけれども誰も質問しないんでさうん、うん、あれなんだけども、まあ、本当もうこの今,ニュー今のニュースを見ただけでも不可能だよね。うんうん うん悲しいね、本当にもう、なんかこう、ね、オリンピックっていう、なんだろう、まさ,さに本間さんが言ってるインパール作戦に向かって、いや、向かってるよね、うん、突き進んでる、うん、本当に。いや、これすごいよ、うん、まさに。いや、本当にやばいなっていうね。うん なんか途中で、今年、今回は途中でインパールまで行かないで済むかなと思ってたらね、うん、まだインパール行きたいっていうじじいとかがいっぱいいるんだよな。怖い。まあ自分、まあ自分はさ、最前線には立たないからな。うん、うん。後ろの方で行け行けっていうだけだけどね。うん、まあこれね、あのー、オリンピックが中止になったと。ね。で、そしたら、これの総決算しないとダメだからね。うん、うん、そうそう。 中止になった後の方が大変で、どちらかというと。そうですよ、みんな俺のせいじゃねえってってさ、逃げるだろうしね、2兆円使っちゃったけど、みんな俺のせいじゃねえって言うからね、森なんか絶対そうだから、いやー、わしは計算できんからのーって言って下の人間が勝手に決めたことだからのうそ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 う、もうすぐなんか、ちょっとボケが入っちまったからのなんて自分で言いそうだから、本当に。 のすごいことですよ。本当に。これだけのお金をね、<で>ぶち込んで。そう。で、さらに、まだぶち込みたいって言ってるわけでさ、うん、<laughs> お前ら、本当にいい加減にしろよって。ああ、そうそう,そう、今日ね、だから、うん、今日はの文化放送のさ、うんうん、あ,あそうでたんですよね4時からのね。で、まあ、僕がしゃべる時間なんてもう、7、8分ぐらいしかないうん,うん、うん まあ、その、オリンピック何が問題なんだと思いますかみたいな、ざっくりとした質問だったんだけど、うん、とかだったんだけど、もうとにかくね、うん、金をなんだと、国民の税金を言ってなんだと思ってんだと、いう話したら、うんうん、なんだっけ、あの、ほら、金子なんだっけ、あの、なんか前の衆議院、女性の衆議院議員のとか、はい,はいはいはい、とか、とかとあれがいたけど、うん、なんかもう、ちょっと俺が、あの、かなり厳しく喋ったんで、うんうん、なんか質問もできずに呆然としてる感じがしたよね <laughs> お<ー>。お <laughs> 面白い。まあ、僕としては割と、あの。軽く電通の名前も出さずに、うんうん、軽い気持ちで喋ってただけど。うん,う,んうん、うん、うん。いや、もう金の話を言われたらね。うん。あの、グーのでも出ないわけよ、誰も。えオリンピックについてね。オリンピックについてね。あのー。そこが一番の肝な節、ね。うん,うん。うん。 あのー、そのそオリンピックやりたいとかさ人類の希望がどうとかこうとかって、うん、人類の希望はお前の財布でやれよって話いや全くもってその通り。ねえだからそれをねあのー、なんかいろいろ言う人いっぱいいるけど、うん、いやとにかくこの場狂ったみたいな金、うん、あのー、責任を言って誰が取るんだって言ったら誰もおそらく森だって、うん、いや俺ちょっと頭なんか痛くなってきたからとかってうん、うん、まあ反論もできないからさ。うん まあもう本当にね、うん、あのー、ダメダメなもので、うん、まあ一月二月が本当に終わりだねっていう感じまあそうでしょうね、うんうん、それを超えるとね本当になんかこう非常に危険、うん、なんかいきなりぶっ倒れるみたいになっちゃういきなりねいきなりある日いきなり菅がなんかちょっと記者会見でもすっかつってさ一気になりよ <laughs>

これね、あの、好き嫌いの問題じゃないんです。国書対策で11万人のボランティアの人の命が危うい。しかもそこには小学生とか中学生も含まれている。うん、ここがそもそものスタートだったんですよ。うんうんね、で、それはなんでこんなくそ熱い夏にやるのかって言ったら、海外の NBC というところ、大手のね、アメリカのテレビ、うんえー、スポンサーが8000億出してるから日本に秋の涼しい時のイベントはこっちで放送したいから日本でオリンピックやらしとけっていう。 こういうものさ。で、この責任は誰も取らない。ここに巨額の税金がつぎ込まれている。うん、で、しかも7000億円でできると言っていたのに、2兆3兆と膨れ上がっている。<laughs> こういう複合的な問題が問題なのであって、中止になったら万歳とか、賛成になったら悔しいとか、そんな話じゃないのよ。3兆とか2兆とかっていうお金が不透明に使われているということが問題なんですよっていう。 それは本間さんのブラックボランティアっていう本を読んでいただければ分かると思います。うん、こういう番組はね、ついつい中止、賛成、どっちだってそういうんじゃない。もうどっちになろうとも中止になるけど、どっちになろうとも、あのー、そういう問題があるんだよっていう、中止かどうかおまけにすぎませんから。うん。はい。そうね。と思いますよ。うん。うん。まあそんなわけで、じゃないとなんかさ、<え>大相撲みたいな、本間関と森関との大相撲みたいな風に、 見てる人って多くいるけど、それはダメ,ダメだね。なるほどね。そういうのじゃありません。はい。まあ,まあ、ね、そんなわけで、えー、これからもね、この番組きちんとこの問題を追いかけていきたいなというふうに思っております。よろしければチャンネル登録といいね、お願いします。